ねえねえ、ケイチさん。はい。西森先輩。何おはようございます。おはよう。おはようございます。本日も張り切っていきましょう。はい、いきましょう。では、今日もお便りをお願いします。はい。姫路市にお住まいのラジオネーム7番ショート武井さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ケイッチ、ナギちゃん、モンスターエンジンのお二人、こんばんは。こんばんは。この番組は面白いと思うのですが、うん、やっている側からして一番の売りは何だと考えますか？あー。売り？なかなか難しい質問来ましたね。一番の売り？一番の売りなんすかね？やっぱり、でも、うん、芸人さんとアイドルが、こうやって、うん、なんて言うんですかね、うん、トークしたりしてるの。うん。うんうん、個人的なんやろ。でもあんま男の人とアイドルってなんか関わらないかな。そうか。そうでもないけど。結構あるっちゃあるかなとは思うんやけど。だいたいそういうなんか入ってるやん。はい、黙ろう。出た出た。出た。仕切るな今日も。キリッで着席よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、このクラスの担任モンスターエンジンの小林です。では早速出席を取ります。ジョニー氏。はい、皆さんは何系が好きですか？あっさり系、こってり系、 N700 系、それともジョニー氏系？ジョニー氏系。ありがとうございます。滋賀県から来ました20歳のケイチことジョニー氏系です。よろしくお願いします。はい、お願いします。続きまして渋谷。はい、東京の渋谷といえばハチ公前、本じゃ大阪の渋谷といえば渚前。これからはずっと渚前で待ち合わせやで、大阪府出身19歳渚こと渋谷渚です。よろしくお願いします。はい、お願いします。最後に下り。ちょっと前の放送で、なんか変な色のね、緑のジャージをいつも着てると言われました。着てるな今日。言われまして、ほんで今日も来る時にあのね、このジャージを着てたんですけども、はい、ちょっと気づくのが遅くて、あの家出てだいぶ経ってたんで、まあね、家帰ってまた来るわけでもいかず、うん、また着てきました。棺桶にこのジャージを入れます、ね、モンスターエンジン西森です。そこまで持ったらいいすごいなってなるけども、はい、着てるね今日も。ね、ないんですよ、でもこの時期に着る服。来た瞬間ナギちゃんと目合わせましたよ。着てるやん言うて、クスクスしてます。それを思い出して着てる、はい、あの家からこっちに着てるね、あの移動の方の着てるね、はいはいはい、着てる途中に、うん、あ、また着てるわそういえば思って、うん、あれもうええわしゃあないわ思って、うん、行ったんですけど、もうここ着いた時にはもうそのこと忘れてました、ね、自分がこれをまとってるそうそう、だから二人が目合わせてるのを全く何にも思ってないです。もう気づいてないです、はい。同じ服やん毎日。違いますよ。二人とも同じ服やん。違う。服ないやん。ありま違います。え、ずっと一緒やん。何年も言うてね、見えへんから言うて、ずっと一緒やん。髪型もずっと一緒やん。髪型はね、髪型はそんなますます変えられへんから。西森さんの方がずっと一緒で、ね、髪型はもうこれシルエット全然変わらないんですよ。切りましたか？髪型切りましたね、ちょっと前切りました。分からへんって、もう切っても切らんでもめっちゃ踊ってるやろ。なんか違うなって思いながら髪の毛、うん、切ったら散髪しましたねってめっちゃ言わな、もっとでやで、お前の散髪興味ないねん誰も。前髪切ったとか切った時に言われたら嬉しいですけど、あ変わってるなんかみたいな言われたら、はい、そう言わな、うん、嬉しいかほんなら、うん、2人に西森さん髪の毛切ったんですねとか言われたら嬉しいか。じゃあそのほんならリアルな感じで言うて、ケイチ一回言うて、じゃ あ西森さん髪の毛切りましたか？関係ないやん。何なんですかほんまに、ひどい。あんたに関係ないやん。ちょっとそれ伸びたら切るし、こんなっぽくやったのに。いや入れて関係ないやん、ほっといて。何なんですか、ガガワランといて。そこまでひどい。そんなに言う。そんなに、まあ、それはいいタイミングでパッと言いますから、それは。言ってください、だから切った時は。わかりました。わかりました。切ってるの、みんなどうしてるの、それ、ちょっとずつしか切ってないんやろ、どうせ。めっちゃちょっとずつしょっちゅう言ってんやろ。切るときはでも結構10センチとか20センチとか切りますよ、ね。あ、そう。はい。わからへんね。ケッチなんかも。傷んだとことか。ああ。ケッチなんか全く分からへんけどな、ずっと一緒の長さの感じやけど。確かに。
そうですね、ロングずっとロングですね。ずっとそれやもんな、はい、ちょっと一回バッとこう、あ、相談せなあかんのか、着る時も言うたら。そうなんです、勝手には着られへんもんね。勝手には着れないです。ああ、なんか緩くなったんじゃないの、その辺。なんかだいぶでも昔に比べたら緩くはなりました。だって二十歳超えたらいいんやったっけ。なんか18超えたら染めるのは良かったり、ね、へえ、学校やもんね、うん、まあまあそのイメージとかね、うん、がありますからね。でもそね、相談とかしないといけないし。ああ、そう、一応俺にも相談してな、それを。なんで一応その関わってるもんとして関係ないやん、お前それこそほんまに関係ないやんか。いや、やめた方がいい。ケイチなんかだからもう、あの、イメチェンでバッと短くしてもいいかなと思うけど。あ、ほんまですか。うん、やってみたいです、めっちゃ。ボブ似合いそう。それはどうなの、ケイチは。はい、その切るとしたらどれぐらいまで切りたい。でも普通に肩につくかつかないかぐらいかな。それはでも印象変わらへんわ、それは印象変わらへん。そんなえ、そうですか。うん、これこのままで、としてやろ、はい、前髪とかもそんな感じでやろ、はい、それちょっと印象変わりますよ、切ったねぐらい。そんなには変わらへん、そこは。そうなんや。だって肩にこう、肩から下にこうダランと垂れてる部分の髪の毛って別にそんな意識してないもん、もう。もう後ろに行ったら分かり見えへんし。そうか、言うたらね。ら結構いかんと思いっきり短くしてもらわないと。ベリーでもな、ベリーショットとかには全然したいと思ったことないです。あ、今まで。はい、いや全然いいんじゃ、イメチェンというね。イメチェンやったら。でも似合いそう、ケイチさん。俺と一緒ぐらいにしたいんや。それはちょっと俺と一緒にしたいんや。短すぎるでしょ。それ短い。後であの連絡先渡すから、その言ってるところも。で言うたら、西森さんと一緒にしてください。それ何本とこ言ってるの、それ。これはね、バラバラですね。あ、だよく言ってるのは、2800円ぐらい。ああ、カットで。ずっと4000円ぐらいのとこ言っててんけど、うん、俺意味ないわ。と思ってちょっと値段下げ、諦めんなよお前も。一緒な意味ないもん、ほんまに。俺意味ないことない。4000円の意味ある、俺。ずーっと専属の人ついてもらってたら、うん、だんだん分かってくるから。確かにね、うんうん、成功したことあんまないけどね。でもいや、まあそれは変わらず同じとこ行くのがいいと思うよ、それは。言えるし、ほんの、うん、1000円とこ行ってましたからね、だから長い間、うん、もう意味ないとこ始め、ね、普通にだから4000円払ってる時期もあったんですけど、すぐやめて、そっからも意味ないわ思って、1000円でよわ思って1000円いってて、で今2800円ぐらいに落ち着きました。だから、あ、そうですか、うん、なるほどね。なぎちゃんはなんかしたいのないの。私逆に伸ばしてるんですよ。あ、そう。はい、もうちょっと、うん、なんか大人の女性になりたいなと思って。なるほど、勉強やな、じゃあまずまず勉強や。勉強、ドリルドリル、あらゆるドリル、漢字ドリル、そうそう、あらゆるドリル、うん、ドリルと名の付くもの全部いや、ほんなので工事現場のドリルも出てくる。ドリルの名前全部やろ、うん、名前がついてる。大変ですね。どん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 ムキムキになる。そっちのドリルばっかやったらあかん、ね、一応紙の方のドリルばっかやらなあかんけど。紙の方のドリルって何それってなってくる。勉強、勉強もなせなあかんし、はい、うん、伸ばしてんねや。どれぐらいまで伸ばそうも出んの。でもケイチさん、あ、いや、ケイチぐらい長いやん、もう。本当ですか、うん、もうちょっと。そうしてどうすんの、はい、サランみたいな。いや、逃すのもそれ時間かかるんやろ、だって。なんやかんやしてたらね、先っちょだけ切ったりとかしてたら、うん、長さ伸びひん伸びひんって。これやっとちょっと伸びてきた。めんどくさいですね、お風呂とかね、ほんまに。めんどくさそうやな。めんどくさいな、そんななったら。お風呂はそうですね。お風呂も嫌やわ。やってんの、ケイチとかがツルツルやけど、なんかそのケアとか。いや、何もしてないです。な、湯船にごま油溜めてるもん。じゃないとそんなツルツルならんやろ。それを沸かしてんの。ごま油オンリーで。何にも入れてないです、本当に。トロの湯船使って。英語と当たった時はオリーブオイル。それかけ湯して入る、はい、みたいな。トロの。ベタベタなりますよ。本読んで中で。俺の100倍ぐらいのその輝きあるの。お前も異常やけどな。俺艶消しのスプレー塗ってるみたいな。軍用やろ、だから頭。軍用。軍の車とか全部艶消しやろ。だいたい深緑の艶。軍のハマーのとか艶消しやろ。軍用。軍用ってかっこいいな、だから。頭軍用やった。かっこいい男臭い感じがするけども。ピッカピカやんか、ほんま。ねえ、なぎちゃんでもまあでも綺麗やけどな、やっぱケイチとこ比べると
確かに異常やもんな。潤い、なんか、なんか湿り感みたいなのがありますよね。そうそうそう、なんか不潔な男がその髪質やったら洗ってへんのかなと思う、ね、でもケイチさんやから輝いて、おーよかった。そうギリギリよかったね、ほんま。ギリ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 よかったね。目立ついてないですよ、全然。汚い男やったもんだって、うわ洗ってんやんってな。いやいやいや、よかった汚い男じゃなくて。何もやってんで、それはすごいよな。でもな、あ、大して何もやってなかった。はい、そうか。うん、これどんだけ喋んねんか。髪の毛の話、髪の毛の話でどんだけ喋んねん。ほんまに確かにね。では、授業始める前に、何にも始まってなかったよ。募集のお知らせです。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています、はい、番組の感想、こんな授業やってほしいといったご意見、また私たち NMB48、 そしてモンスターエンジンさんへの質問疑問、何でも OK です。宛先は E メールは NMB@ABC1008.com、 おはがきは郵便番号530-8010、 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。たくさんのお便りお待ちしています。それでは行きましょう。 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、今日も授業スタートです。1時間目の授業です、はい、1時間目は道徳でございまして、はい、今日の道徳ではセレブになった時の対応を学んでもらいます、はい、セレブになっても昔の共演者ときちんとコミュニケーションを取りましょう。ではなぎちゃん、問題も読んでください。はい、あなたは芸能界で成功してセレブになりました、うん、現状維持のまま頑張っている西森先輩と久しぶりに会っておしゃべりしなさい。はい、今回セレブになるのはなぎちゃんです。では行きましょう。お願いします。お店の人、この棚の端っこから端っこまで全部ちょうだい。支払いはこのブラックカードで。そう、1回払いに決まってるでしょ。ブラックカードやぞ、ブラック。袋に詰めたら前のロールスロースまでロールスロイスまで持ってきてちょうだい。じゃあ待ってるから。あれ、なぎちゃん久しぶり。え、誰でしたっけ。俺やで、西森やで。あ、お久しぶりですね。久しぶり。10年前の春、突然ラジオが打ち切りになって、あれから10年、私はいろいろありましたけど、西森さんは最近何してるんですか。いやー、あんまりそのかんばしくなくて、その仕事の感じが。あらら。まあまあ、でも、はい、上の娘をもう中学から働かしてるから。いや、酷。まあまあ残酷。家計はなんとか、あ、まあ、たまに劇場出たりとかして頑張ってるけど。頑張れお前が、もうちょっとバイトをせ、バイト。あら、うん、大変ですわね。まあまあね、うん、劇場の出番のない時どうしてるんですか。うん、まあゴロゴロ働けや。その分働けと、背中痛いもん、もう。なぎちゃんあれやな、はい、羽振り良さそうというか、なんかお金持ってそうやな、はい、なんでそんなお金あんの。いや、まあやっぱり、うん、あの女優として成功したんです。そうか、よく見るもんな最近。そうなんです、すいません、なんか。そうなんや。はい、まあ急にちょっとびっくりすると思うねんけど、はい、なぎちゃんお金貸してくれへんかな。うん、じゃあ何に使うんですか、うん、いくらぐらい必要ですか。まあ、いくらでも、あるだけロト6買おう思ってんねん。もうそれしかないから。ロト6、ロト6、うん、できるだけ買おう思って、一発でいけると思うわ。クズやな、うん。でも結構ロト6って大変じゃないですか、うん、いや、もうこんだけな、苦しかった当たると思うもん。うん、じゃあ、100万で。100万、はい、100万か。いや、貸したあかんで。こんなん貸したあかんで。でも西森さん、いや、西、いや、もうだって急にびっくりすると思うねんけど、なぎちゃんお金貸してくれへんからって、もうつけてきてるやん、もう完全に金借りようって。ああ、なるほど。怖い、怖あかんで、そんな。なんぼ昔仲良かったから言うて、貸しちゃいそう。貸しそう。貸しちゃいそう。1000円ぐらいなら。安い。1000円で余計相手怒ると思う。貸しもうそれやったらもうそれはね、はい、貸したらあかんよこういう時は、ね。わかりました。では、続きましてゲイチ問題文読んでください。はい。あ
なたは芸能界で成功してセレブになりました、はい、現状維持のまま頑張っている西森先輩と久しぶりに会っておしゃべりしなさい。はい、続きまして、セレブになるのはケイチです。では行きましょう。お願いします。お店の人、このお店にあるセクシーランジェリー全部ちょうだい。支払いはこのブラックカードで。そう、1回払いに決まってるでしょ。ブラックカードやぞ。おお、ブラック。袋に詰めたら前のフェラーリまで持ってきてちょうだい。じゃあ待ってるから。あれ、上西さん久しぶり。え、誰でしたっけ。俺やん、俺、西森やん。あ、久しぶりですね、うん、10年前の春突然ラジオが打ち切りになって。そうそうそう、生放送スペシャルでな、急に凪ちゃんがアホなこと言うと思ってな、それで終わったんや。何を言うた、ね、私の本当に凪ちゃんのせいで。今となっては懐かしいな。あれから10年、私はいろいろありましたけど、西森さん最近何をしてはるんですか。特に何とか。え、特に何も。ダメじゃないですか。特に、でも俺以外全員働かしてるから大丈夫。最悪。うん、頑張ってるで一応。え、内職のない時はどうしてるんですか。ゴロゴロ。ずっと家おるやん。最悪。基本的にゴロゴロかな。ダメじゃないですか。枕を後頭部に当てすぎて髪の毛荒れへん。後頭部。擦れて擦れてもう後頭部の毛なんかだいぶ抜けるわ。最悪。ケッチあれやな、はい、なんか羽振り良さそうやな。あ、ほんまですか。ていうかお金持ってそうやな。なんでそんなお金あんの。いや、年に3回写真集を出してるんですよ、うん、まあ、そこそこの値段なんですけど、うん、まあまあマニアに売れるんですよ、うん、だから今日はその写真集用のランジェリーの買い出しですわ。え、スタッフに任せたらいいやん。スタッフに任せたら教科書通りのランジェリーしか買ってきませんねん、うん、ボールを置きに行くって言うんですか、うん、私は攻めたランジェリーを着たいんです。そうか、まあまあな、はい、はちゃんとボールを置きに行くまで言うのよ。置きに行くボールやったんやほんであれ。ボールやったのか。そうか、うん、え、なるほどなるほど、はい、まあまあ、え、ちょっと待って、これ、え、これかなりの食い込めちゃうこれ。え、女性のブリーフってなかなか攻めてるな。何を勝手に着てるんですか。ええやん、買ったらええねんから別に。え、お金出したらええねん。ケイチも入ったらええやん。はいはい。え、何なんですか。はい、よいしょっと履きましたよ。ケイチ、西森さん、お久しぶりーふ、お久しぶりーふ、お久しぶりーふ。決まったね。決まりましたね、うん、決まったやん。決まった。ボールやってんな、置きに行くっていうのは。そうだ。囲碁とかかなとか。おしまいです。最近道中で会った時やライブ中に、お、ジョニーさんやんと言われることが増えました。でも私嬉しいんです。それって毎週土曜日22時からの ABC ラジオ NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組を聞いてくれてるからですよね。ありがとう。そして受験シーズンらしいですね。頑張れ頑張れ。さあ2時間目です、2時間目は地理の授業ですね、はい、今日11月28日は、太平洋記念日に定められております。そこで、海に関するクイズを用意しました。ではケイチ、問題を読んでください。はい。日本は4つの海に囲まれています、はい、太平洋、オホーツク海と東シナ海、あと1つは何でしょう。出た出た出た。東シナ海、あと1つは何でしょう。どっちもバカだ。東シナ海か。どっちもバカやん。うわ、もうこれは絶対分かった。答えれんのこれ。はい、太平洋、オホーツク海、東シナ海、もう一個海に面してます。それはどこでしょう。東シナ海ね。東シナ海、東シナ海、難しい。行ってなかったんだ。行ってました、行ってました。まっすぐ読んだよね今のも。太平洋、オホーツク海と東シナ海って、この何の迷いもなく東シナ海なんて聞いたことない、ね、うん、東シナ。やっぱ行ってなかったよ。いや、行ってました。書きました、はい、では一斉にお出しください、どうぞ。ケイチが日本海ね、はい、はいはい、日本海、ナギちゃんは西シナ海。西シナ海、そういうことか。聞いたことない。知るって書いてるか思った。私も西知るとな。西シナ海、西汁海に見える。
西シナ海、はい、西森僕は、まあ、なんと名前がつこうと海です、ね、かっこいい感じでかっこいい不正解だよなそれブーやからなまあでもね実際はそうですからね物理的には海ですからね名前ついてるから言うてねそれを答えろ海側はそれを知らないですからねないやんさあでは正解発表しましょう正解は日本海ですいやすっごいアホやんどうしたん西シナ海西シナ海西森さん言われてますね別に西森がそのねアホな回答したとは僕はもうな思ってないですからいやもう東シナ海できたらこれしかないって思うじゃあ北シナ海はどこにあんねんとかなってくるやんか北はないですむちゃくちゃやな理論がすごい理論をつけてくる大変やなはい、忙しい一番わかりやすいやつやったもんなだってうん、うん、そうねまあこのありがたかったです残ってた日本海が残ってて西森さん分かってたんですかそんないや俺も分かれへんかったけど分かれへんかった俺も分かれへんかった一緒やわ分かれへんかったんや一緒やん一緒一緒一緒そんなはずあるか優しいで西森は一緒やんねえ日本が一番分かりやすいちょっとだけ引いてるけど引いてるで大人が引いてる全分野で分け隔てなくねすごいんやね、うん、そうね、はいうん、国語算数理科社会国語は私文章を読み取るのうまいそれは信用すんねんほんまにほんまにそうなんはいそうな国語の問題じゃあ今度から道徳とかそういう道徳はもうその感覚の問題やそういうのに住んでる道徳はさ人としてやろだから、はい、それはできるんですとか言われてもテストにならへんからそれそ、うん、いじめ反対とかそんなこと言うだけやろ、はい、どうせ、うん、なんかそういう文章の物語の読み取りとかほんまに、はい、どういう読み取りってどういう読み取りっていうかここのそれはこの人はどういうことを思ってこう言ったでしょうみたいな、うんうん、まあまあまあ結構なんか抽象的な感じの答え書いてもええやつやねそれ絶対的な答えじゃないから、ね、そうそうこのそれは何を指すでしょうとか、はい、あそうです、うん、あそうそういうのですどの接続詞が入るでしょうとか、はい、でもしかしそれはちょっと分野が違ういや国語じゃないやんちょもう嘘つくんやめようや、うん、もうやめようもう話慣れへんだから嘘はやめようもうほんまにそうじゃないえ話慣れへんから分かってほしい分からへんからそれはね、いきますよでは続きましてなぎちゃん問題を読んでください、はい、生命の源海には何種類の生き物がいると言われているでしょうはい生命の源海には何種類の生き物がいると言われているでしょうかお書きくださいどうぞ種類かな種類そんなんだってもう海底の底の底行ったら全然知らんやついっぱいおるやんなまあな何にも分類されてない だいたいそれも入れてみたいな感じでしょだからうんもっと、うん、もう全部入れてですよ全部入れてです海の生物全部です種類でしょ種類ねはい何種類、はい、さあではお出しくださいどうぞうわやばいはは一番多いのがケイチか、はい、10億種類、はい、ぐらいはいそうです、うんうんそれぐらいいてもいいんじゃないかな。おりそう。なるほどね。うん西森が。僕は3億。3億。はい。お3億種類も多いよね。うん。なぎちゃんが一番少ないかな。5万種類。5万種類。はい。5万種類。うん、さあ一番近いのは誰なのか。はい。正解発表しましょう。はい、正解は1000万種類以上です。おお。あら。あなんだ。なぎちゃんが。まあ近い。めっちゃ近いけど一応数字的に一番近かったんや数字的に一番近いのはなぎちゃんになる絶対嘘やわ嘘嘘って何そんな奥もいないですよえ分からへんよ俺から分からへんいやそれはね海底のプランクトンなんか誰も見てないそうやんか知りませんからねちなみに陸上に住む生物はおよそ100万種類そんなぐらいしかおれへんねや、はい、海はそのおよそ10倍なので、生命の宝庫なのですとその計算の仕方か、はい、そういうことでございます100万種類しかおれへんのか意外とねなんか少ない感じするな生物という分類でいうと100万種類だということですねチャイム鳴りましたチリの授業はこれでおしまいわーわーびっくりしたちょっともう
何してんのよ。ほら面白い今。あ、よかった。あ、それとあの一つ、私中卒じゃないです。中卒じゃないです。